生活の党の政見放送です。お話は代表小沢一郎さんと参議院議員谷良子さんです。生活の党代表小沢一郎でございます。参議院議員の谷良子です。今回の参議院選挙は国民の皆様の生活に直接結びつく大変な選挙であります。生活、経済、雇用、消費税、社会保障、原発、TPP など、また女性が活動活躍する場や子どもや孫が健やかに育つ環境づくりなど多岐にわたる問題について、生活の党は生活の安定と発展の原則のもと、命、暮らし、地域の3つを守ることを政治の最優先課題として取り組みます。生活の党がどのようなビジョンと政策を持っているのか、生活の党小沢代表とともに国民の皆様にご説明させていただきます。はじめに、今回の参議院選挙では改めて参議院の意義を考える選挙でもあります。参議院は長期的な視野で審議調査することや予算と並んで重要な決算をしっかりと審議いたしております。私は参議院は現政権の行き過ぎや暴走をチェックする最高熟議の札と思っております。生活の党として、今回の参議院選挙はどのような全体的展望を持ち、いかなる位置づけをされるのか、小沢代表に率直にお尋ねしたいと思います。谷さんのおっしゃる通りですね。今度の参議院の選挙は国民の生活を守れるかどうか、それを問う選挙だと思います。アベノミクスでは一部の人が儲かるだけで弱肉強食が進み、所得や雇用の格差がどんどん広がるばかりです。これでは日本社会の根本が揺らいでしまいます。また安倍政権は福島であれだけ深刻な原発事故があって、いまだ収束していない中で原発の再稼働、新設、そして輸出までを推し進めようとしています。これで国民の命と暮らしを守れるのでしょうか。今政権を預かっている与党がそのことを問われる選挙だと思います。次は政策について伺います。はじめに経済政策です。現政権の経済政策は、急激な金融緩和と財源なき無理な財政出動を展開をし、規制緩和の難題に突き進もうとしております。円安や株価の乱高下など実体経済の成長を伴わない現政権の経済政策を、生活の党小沢代表はどのように見ておられるのでしょうか。はい、今の政権の経済政策は根本的に間違っていると思います。従来の自民党と同じように公共事業を増やして、また日銀が国債を大量に買ってジャブジャブお金を出している、お金を印刷しているだけであります。そして本当にお金を必要としている国民や中小の零細企業にはお金が回っておりません。結局株価、不動産に流れてマネーゲームを助長するだけであります。確かに株が多少上がって一部の人は儲かっているかもしれません。しかし大半の国民が所得が上がらないのに、しかも円安によって物価高が進みまして、それに苦しみつつあるのが現状だと思います。アベノミクスは格差をどんどん広げ、日本社会の不安定化を招いていると思います。はい、一方では景気動向が良くなったと言われますが、国民所得は長きにわたり減少し続けています。現状を打破する観点から雇用と就職の在り方についてどのように展開すべきとお考えでしょうか。小沢代表に伺います。はい、日本経済のすなわち GDP の 60% は個人消費なんですね。景気を回復させるにはこの個人消費を大きくする必要があります。しかし小泉内閣以来、景気が良いのは一部の大企業だけの話でありまして、国民の所得は減り続けて、
今までに 10% 以上も所得は減っています。収入がどんどん減っているので財布の紐は固くなる一方でありまして、それでは個人消費が増えるはずがありません。その大きな原因の一つが非正規雇用が増えまして、雇用が不安定化したことにあります。今では雇用の約 35% が非正規雇用だと言われております。さらに自公政権は正規社員の中に限定正社員という制度を作ろうとしています。これは企業が人件費を引き下げるために人員削減、すなわちいつでも社員をクビにすることができるようになる制度であります。企業にとっては誠に都合のいいことですけれども、働く人にとっては生活を非常に不安定にします。ですから私どもはまずは非正規社員の正規社員化を進めることが優先課題だと考えております。はい、正規社員の人数を増やさないといけないですね。はい、はい、こうした中で消費税の導入は生活者にとっての大問題です。生活の党は本当の意味での日本経済の成長の実現に向けて断固として消費税の増税を防止しなくてはなりません。生活の党は国民の暮らしを守り豊かにしようと考えていますが、現政権の経済政策は公共料金の引き上げや年金受取額の減少、保険料等が上がり、さらに生活必需品、物品等の値上げが加速するなど方向性を見失った危機的状況に陥っていると思います。現政権による消費税の増税をこのまま進めさせてしまいますと、小沢代表、これは国民の生活は大打撃を受けることになります。はい、その上で生活の党は安定した経済成長を図る上でどのような政策を考えておられますでしょうか。はい、谷さんが今言った通り、国民の生活はどんどん苦しくなっております。物価は上がる、公共料金も上がる、年金や医療の保険料も上がる、来年からそしていよいよ消費税の大増税です。国民生活は苦しくなる一方です。そして極端な少子高齢化が進む日本では社会保障関係費がどんどん膨らみます。ですから私どももいずれは消費税を上げなければならないと考えております。しかし時期は今ではありません。例えば復興予算の流用でも明らかなように、国の行政や財政にはまだまだ無駄がたくさんあります。それを徹底的に省いてから、それでも足りないという時に初めて国民の皆さんに増税をお願いするのが筋だと思います。繰り返しになりますけれども、景気を良くするには個人消費を増やすことが第一であって、そのためには非正規雇用の正規雇用化、子ども手当の復活、消費税増税の凍結などによって家計の収入を増やすことが第一です。さらには企業が賃上げしやすくなるように税制改正をしたり、あるいはまた原発の廃止による廃炉ビジネス、そしてまた原発に代わる新エネルギーの推進、電力の自由化、そしてさらには行政権限、財源、これを地方へ移すことによって地方の活性化を図る、それが景気対策として最も有効な方法だと私は思います。はい、次は大変深刻な原発問題です。東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で今もなお大量の強毒性のある放射性物質が放出され続けています。国民の皆様の命と生活が守られていない現状にもかかわらず、現政権は再稼働への方向性を示していますし、こういった状況の中、安全性を大前提に諸外国への原発輸出を無防備に進めています。生活の党は国民の皆様の命と生活を守る上から脱原発を訴え、新たな産業の創出や雇用拡大に取り組み、安全性を確保した上の新エネルギー成長戦略を構築してまいります。小沢代表、生活の党は原発の今後の在り方についてどのようにお考えでしょうか。